どうもアガポニです。今回は希少生物である極炎鳥について紹介していきたいと思います。というわけで早速いきましょう。はい、ではまず出てくる場所ですが、極炎鳥は溶岩洞のエリア11にいます。ここね、少し分かりにくいので実際に行ってみますね。まずはね、エリア14の方から11にかけてずっと上がっていって、ちょうどね、この人玉鳥がいるところ、ここにね、くぐれる穴があります。で、これをくぐって入っていくと、で、そうするとね、この右側の壁に溶岩が垂れてるところがありますが、ここをね、登っていきます。そうするとここに入れる穴があるんですよね。で、先にどんどん進んでいくと、で、通路を抜けて左側を見ると、上の方にね、突き出た岩があるんですけれども、あの突き出た岩の先端に極炎鳥が来てくれます。ただし必ず来てくれるわけではなくて、条件があるんですね。その条件は夜明けです。なので探しに行く場合は溶岩洞の探索ツアーで夜の状態で開始して、で、朝が来るのを待つことで高い確率で出てきます。だいたいね、夜明けになるまでは15分くらいかかるので、この場所で待機しておくっていうのがいいかと思います。夜明けまでがね、微妙に長いんですけど、出てきてくれた時は鳴き声を上げてくれるので、多少他のことをやりながら待っていても分かりやすいかと思いますよ。ただね、必ず出てきてくれるっていうわけでもないので、出てこなかった場合は一回里に戻ってもう一回ってのを繰り返す必要がありますね。今のがね、極炎鳥の鳴き声で来てくれましたね。まあ私もね、放置状態で待っていたので、スイッチ側の設定の影響で画面が暗くなってしまってました。こうやってね、出てきてくれた時はカメラで撮影しておくのがいいかと思います。希少生物はね、カメラで撮らないと環境生物リストに登録されないんですよね。ちなみに時間が経つと横穴に隠れちゃうので、撮影する場合は出てきてくれたらすぐに撮っちゃうのがいいと思います。おまけ情報ですが、ジェスチャーで呼びかけると反応してくれるので、コミュニケーションを取ると楽しめると思いますよ。はい、この動画少しでも参考になると思っていただけましたら、高評価とチャンネル登録で応援のほどよろしくお願いいたします。それではまたピッ。